こんにちは、モッド PC クリエイターの森田です。今回のモッド PC のテーマは、前回の GTR が好評だったので同じく乗り物にしました。今回のマシンのパーツは CPU に Core i5、 マザーボードに MiniITX のマザーボード、グラフィックスカードには GeForce GTX960、 PC ケースにクーラーマスターの Elite110 を使っています。ズバリ山手線新型車両です。はい、制作期間なんですが、この外側を考えるのに大体 2,3 日で、内部構造を考えるのにも大体 2,3 日かかってますので、全体的な部分、今イメージで1週間ぐらいですね。で、実際にこの外側を取り組んで、作ってるのが2週間、内部にパーツを入れたりするので、2,3 週間かかっております。はい、今回外観としましては、まず何といってもこのフロントのカバー、緑色ですね。これはまあ山手線のフロントと同じ、デザインになってます。さらにこの下の方もグラデーションがかかっていまして、プラスフロントの部分ですね、有機EL のパネルと LED で、まあ、行き先、これカタカナと英字ですけども表示できるようになっています。さらに側面にですね、両方に扉がありまして、こちらはあの開閉するようになっています。こっち側の方のケースには、フロントにこの液晶パネルをついてまして、これはこのパソコンの表示をディスプレイポートで接続しています。さらにこの中にはバッテリーも積んでいまして、このバッテリーで、このパソコンが動くようになっています。今回の中身の特徴、スペックですね、まず CPU はインテル製の Core i5、マザーボードには ASUS 製のマキシマス7インパクト、MiniITX のマザーボード、グラフィックスカードには NVIDIA の GeForce GTX960 が乗った ASUS のショート基板のモデル、メモリーは DDR3-1600 の 4GB を2枚、合計 8GB を搭載しています。はい、今回のマシンでは、側面のパネルに、扉、こちらの自動扉を設置しました。これがかなり苦労しまして、まあ、アクリルの両扉を使うのに2個のサーボモーターを動かすんですが、この動かすための、まあ、ワイヤーですね、これの配置等にかなり苦労しました。最初は上に置こうかなと思ったんですけども、上に置いたらうまく動かず、モーターは下に置いて、うまくそうすると扉が開閉するようになりました。そしてもう1台の方の、バッテリーですね。最初はまあカーバッテリーでやはり行こうかなと思っていたんですが、どうもカーバッテリーはあまりこうバッテリーを使いすぎるとバッテリー効率が悪くなるということで、レジャー向けのディープサイクルバッテリーを使っています。もう一つですね、フロントの、グラデーションの塗装、このグラデーションの塗装するのにですね、細かい、まあ、穴のマスキングを使ったんですけど、これを作るのにかなり苦労しました。はい、今回モニターとグラフィックスカードですが、グラフィックスカードには GeForce GTX960 を使っています。モニターは iPad でも使っています高解像度の液晰モニター 9.7 インチ、これをディスプレイポートで、このグラフィックスカードに接続しています。解像度は 2048×1536 ドット、フル HD よりも大きいですけども、このグラフィックスカードでしたら快適にゲームをすることもできます。また HDMI 2.0 ポートもありますので、 4K モニターをつないで 4K 動画やゲーム、これを楽しむこともできます。ではゲームをプレイしてみましょう。
非常に快適に動作してます。